って、あ、おーら、ぶねえ、野郎だな、待ってろよ。バカだね。あんな奴が大きな事故で言うね。バカだね。奴だな、ほんとに。ちょっと待ちゃいいんだよ。はい。特に何もなかったんでね。うん。まあ、ただ単にね、ついでだからね。うん。天気もいいし、デートということでね。久しぶりのね、初のね、ドンキーホーティーでした。はーい。すんげえな、あれ。めっちゃ鳥。てか、多いんだよね、こいつはね。なんかね。ゆとり持って走れよ。今の人間ってゆとりがねえんだろうな。今のもさ、危ねえじゃん。で、ワゴン、俺思うんだけどさ、ワゴン車乗ってるやつってさ、すっげえ対応できるやつ多くねえ、なんか。ゆとり持ってんのだよ、もっと。ゆとりだよ、大事なのは。ああいうのを見てるとちょっとイラッとするよね、ほんとに。うん、大して焦ってって意味ねえじゃん、ほんとに。数秒ぐらいさ。もっと考えてさ、ねえ、こんな天気がいいんだもんさ、気持ちいいさ、なんつうの、愛車とのデートをしていくんぜよ。でも俺は思うよ、普通に。おう、八六ちゃんですね。そう思います、はーい。信号赤。ちょっとアストンマーティン見えないこれじゃないってなんかね。はい、そんな感じでゆっくり帰りたいと思います。オブリガドゥー。